いいいいつももごごご覧たただきありがとうござまますす今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたしますナショナルリーグを率いたダイヤモンドバックスのトーリロブロ監督オールスターで大谷翔平に感銘存在感がすごかったいつもは敵だけどホームランを打った後に同じベンチに戻ってきてくれたラグアウトに戻って同じチームとして彼とハイファイブしたのがグレートだったと喜んだ。 現地7月16日に行われた MLB オールスターはアメリカンリーグが5対3でナショナルリーグに勝利した。救援から一夜明けナショナルリーグを率いたアリゾナ・ダイヤモンドバックスのトーリロブロ監督が米ポッドキャスト番組「ザ・ダン・パトリック・ショー」に出演しオールスターでの大谷翔平に感銘を受けたと語った。本当に素晴らしい人間です。ロブロ監督は、 大谷が優れた野球選手にとどまらず人間的にも素晴らしいと惜しみなく語ったさらに大谷のオーラに魅了されたというその存在感は穏やかで謙虚な振る舞いから生まれるものだと指摘したベンチで彼の隣に座ったんだ普通の子供と変わらないような感じだったねでも存在感はすごかったいつもは敵として戦っているからフィールドの向こう側のベンチにいる大谷を見ていた ダイヤモンドバックス戦でも本塁打を打ったけどオールスターではベースを回った後に同じベンチに戻ってきたハイタッチできてうれしかったねそういえば同じチームなんだと思ったよ試合はナ・ィーグが敗戦しかしロブロ監督にとって有意義な時間だったという大谷と少しの時間を過ごすことができた大谷の存在感がかなりパワフルだ彼は普通の青年なんだけどね私たちは笑い合った 彼は質の高い人間で選手としても素晴らしいそういった選手と同じ時間を過ごせるのがオールスターの一番のいいところだ最高の選手が一度に同じ空間にいるんだからね監督として大谷を2番指名打者で起用し本塁打の後にハイタッチ2000年にヤクルトスワローズに在籍するなど日本と縁のある指揮官もオールスターを存分に楽しんだようだ カリフォルニア州サンタモニカ出身1987年の MLB ドラフト5巡目全体131位でデトロイトタイガースから指名されプロ入り1988年にメジャーデビューしその後は7球団を渡り歩いた2000年34歳の時に若松勤監督率いるヤクルトスワローズに入団した内野全てを守れる器用な選手として期待されたが野橋勝行岩村昭徳 池山貴弘ら、層の熱い内野陣と自身の年齢的な衰えにより出場わずか29試合で退団したヤクルト在籍時にはすでにメジャーの監督就任の夢を語っておりこの時期に地球を得た古田敦也を後年自身のチームダイヤモンドバックスの臨時コーチに招くなど長きにわたり交流を続けているマイナーリーグで監督を経て2011年より2年間トロントブルージェイズの一塁コーチを務めた 2013年から2016年まではボストン・レッドソックスでベンチコーチを務めた2015年8月14日から監督のジョン・ファレルが悪性リンパ腫の治療で休養するためシーズン終了まで監督代行を務めることになったロブロは選手時代からチームの選手会長を務めたこともあるなど人格面での評価が高く早くから監督候補に目されていた2007年オフにはピッツバーグ・パイレーツ 2011年オフにはレッドソックス2013年オフにはシカゴ・カブスの監督候補として名前が挙がったことがある2016年11月4日アリゾナ・ダイヤモンドバックスの新監督に就任することが発表された就任1年目でダイヤモンドバックスを6年ぶりのポストシーズン出場に導き最優秀監督賞を受賞した監督就任7年目の2023年にはチームのナショナルリーグ制覇とワールドシリーズ進出を果たした 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。